役者業と今はそういう食材ハンターとかミステリーハンターとかもやらせてもらってる、そんな人間でございます。はい、すごい。もう30分経っちゃった。一人で話しすぎかな。でもやっぱりファーストラブ春道ってしてくれた方が多いですね。でも嬉しい、それはすごく嬉しいですね。一個こうなんかそうイメージというか自分の中で役のイメージみたいなのが皆さんに持ってもらえることがこうちょっと憧れではあったんで、もちろん役者だから今後もいろんな作品出てそれこそ春道とは全然違う役を演じなきゃいけないし、春道を演じることはこの作品だけだからいろんな顔見せていきたいんですけど、とりあえずその並木春道っていうキャラクターのイメージがついたことは良かったかなと思います。なんか嬉しいですよね。やっぱその日本の方もそうですし海外の方もね英語で春道ってこう書いてくださることが、なんかすごくインスタでね、てかもう12月ですよね今ね。来年はどんなお仕事したいですかってあったんですけど、まずもう12月かと思って、あと1ヶ月ですよ皆さん今年ね。なんか来年はそうですね、やっぱもういっぱいやっぱ芝居すること大好きなんでこうやって皆さんにこう反応をたくさんいただけるといっぱいもっと作品出たいってやっぱ思ってるんですよね。今はすごくこういろんな顔をそれこそ見せたいですし、だからたくさんたくさんいろんな作品出ていきたいなと思ってます。頑張ります。そう、あ、趣味は何ですか。あ、そうですね、パーソナルな部分も趣味は、あ、まあやっぱ最近まあハマってるのはゴルフですね。そう、ちょっと前2年前ぐらいかなから始めてですごいハマってます。楽しい、そうすごい楽しいですね。なんか本当に好きな趣味というかここまでハマる趣味はあったかなぐらい。そう、一緒に回ろうって上手、上手ではないよまだ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 ですけど、それがまた楽しい。そうなんです。
舞台も見てみたい。あ、舞台はね、まあまず今月、まあ、で言ったら芸人の芸人さんのアメリカザリガニの柳原哲也さんと、まあ芝居あり笑いありみたいな、そういうライブをね、12月13日に、やるんですよ。12月13日火曜日、まあ平日のちょっと19時半開演とかっていう夜になるんですけど、そう、そこで、まあ、11月に大阪でやったんですね。その大阪でやって、それを、東京でっていう形で、まあ、ちょっとまた中身も変えながら、こう、一期一会という舞台を、12月13日にやらせてもらいます。チケットは、今もなお、